新たな Ask ZBrush へようこそ。今回はスマート最新メトリーとはどのような機能でどう使うのでしょうかという質問にお答えします。まず、いつものように ZBrush を起動し参考となるスカルフトデータを読み込みました。質問はスマート最新メトリーについてとなっていますが、これはツールパレットへ行き変形の項目に存在しています。こちらにスマート最新メトリーというボタンを見つけることができました。 スマートサイシメトリーを簡単に説明するとサブディビジョンレベルが存在するモデルに利用できるミラート結合に近い機能となっています。こちらのボタンを押すことで頂点の解析を行いシメトリーに近い形に調整を行い移動させます。こちらのクリーチャーモデルの例ではこのようにサブディビジョンレベルが存在しています。サブディビジョンレベルが4存在しますのでレベルを上下させることで含まれているサブディビジョンの内容を確認できます。では、例えば このモデルで作業中にムーブブラシに切り替えてこのように耳をもう少し垂れ気味にしたとしましょうこれでしばらく形状に悩みながらデザインをどうしようかなと思いながら作業を進めてカメラをぐるっと回してみるとおやおやシメトリを有効にすることを忘れていたようです通常トポロジー編集内にあるミラーと結合を利用するとサブディビジョンレベルを破棄する必要がありますすると上の階層に載せていたスカルプトのディテールなどを捨てる必要が出てきますミラー後 投影を行い、ディテールを戻すという方法もありますが、必ずしも綺麗な結果が得られるとは限りません。ここで、スマート再シンメトリーの効果が大いに発揮されます。スマート再シンメトリーを利用することで、サブディビジョンレベルが存在し、シンメトリーでないモデルに対して、先ほどのキャラクターの左側の耳で作業した内容を右側の耳にも再現できるようになります。これで、モデルをシンメトリーの状態に戻すことができます。まず、これを行うには、変更を加えた箇所に対してマスクを適用する必要があります。 コントロールキーを押してマスクペンに切り替え先ほど変更を行ったキャラクター左耳の部分をマスクで覆っていきます次にマスクを塗り終えたらツールパレット変形内のスマート最新シンメトリにカーソルを合わせてみましょうこれでスマート最新シンメトリをクリックするとすべて頂点を読み取り解析しますこちらのボタンで選択されている軸を基準にシンメトリとなるように調整しますこの場合には X 軸を基準にシンメトリとなるように頂点の解析をし該答する部位の頂点を移動します 現在キャラクターの左耳をマスクで選択しているので、これは Z ブラシに対してこの部位の変更を行わないでほしい。次にこのマスク部位を見て反対側に繰り返すようにという指示をしています。マスクが行われているため、こちらの部位は変更されません。これでスマートサイシンメトリーを実行すると、このように反対側の耳に変更が加えられ、シンメトリーとなるように再現されました。このように左耳と右耳の形が同一形状となっていることがわかります。 マスクを解除し、サブディビジョンレベルを上の階層に上げ、ブラシのシンメトリーを有効にして、いつものようにクレイビルドアップブラシを利用して彫り込むことで、両サイドに結果が反映されています。では、この動画のまとめに入ります。スマートサイシンメトリーは、メッシュの頂点を解析し、メッシュが再度シンメトリーとなるように調整を行います。メッシュ自体がシンメトリーのモデルであれば、例えば、プロジェクションマスターを利用して、片面のみにその効果が適用されている場合などや、シンメトリーを無効な状態で作業してしまい、 大きな変更を行ったという場面で、スマートサイシメトリーを利用することで、シメトリーなメッシュをサブディビジョンレベルがついたモデルで復元できます。解説は以上となります。Z ブラシのパイプラインや作業内容に関する質問がございましたら、Twitter のハッシュタグ、AskZ ブラシをご利用ください。